いては皆さんよくご存知の曲を2曲続けてお送りいたします。1曲目は名探偵コナンメインテーマです。国民的人気アニメ名探偵コナンは今や世界でも大人気で多くの外国人に知られています。かっこよくもどこか切ないクールなメロディーに誰もが聞き惚れてしまいますね。この曲のソリストはバリトンサックス2年関愛奈、テナーサックス3年三木里奈、またまた登場アルトサックス3年筆吉未来、そして2曲目は風になりたいです。ザ・ブームが歌う爽やかなラテンナンバーの曲で、 CM で俳優の菅田将暉さんと女優の中条あやみさんが歌い話題になった曲です。それでは名探偵コナンメインテーマ風になりたいです。どうぞ。
いよいよ最後の曲となりました。最後にお送りいたします曲はアフリカンシンフォニーです。この曲は高校野球の応援によく使われているので、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。広大なアフリカの大地、そこに生きる多くの植物や動物たち、この曲はそんな生命の躍動を感じさせるような情熱的でエネルギーにあふれています。それぞれのパートがいろいろな動物たちをイメージした個性的な動きや、動物たちの雄たけびをワイルドに演奏するホルンとトロンボーンにご注目です。皆さんも私たちと一緒にアフリカの大地へ冒険に行きましょう。それではアフリカンシンフォニーです。ミュージックスタート。Thank you.
アンコールありがとうございます。最後にアメリカンパトロールをお送りして皆様とお別れしたいと思います。本日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではアメリカンパトロールです。ミュージックスタート。